田尻直美のジャンプは時々土曜に出るから気をつけろ。ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは、田尻直美です。前回ね、飛ばしすぎたねなんかね、ぶっちゃけね、前回と今回のやつまとめて撮ってるんですけど、ペース配分間違えまして、前回ちょっと燃料使いすぎて、今ちょっと燃料切れの状態です。はいもうね、ちょっと今日ダラダラ行こうと思ってね、そのダラダラした回にちょうどいいのかな、ちょうどいいって言ったら失礼だなはい、今回もゲストが遊びに来てくれることになってますので、今日のコーナーお休みしてゲストとダラダラお話ししたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。今週もお客様が来てくれました、シンガーソングライターのしゅんさんです。いらっしゃい。初めましてじゃないですよ。何言ってんですか。ちびの切った言葉がいきなり間違えましたねえ、お久しぶりです。ご無沙汰しております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いきなりなんですけど、はい、私ちょっと今日はね、いやさっきオープニングで言ったんですけど、はい、さっき撮った分で、はい、ほぼ燃料使い果たしちゃったんですよ。え、誰ですか。私がなんで、そういう今日はその田尻さんを癒す会なんですね。なんか、はい、その勢い余っちゃって、うん、最初、はいはいはい、今日もう残り燃料少ないんで今日ダラダラやろうと思って。そんな僕いきなりこう、あ、せっかく田尻さんのだってこう楽しみに来たのに、またあ、でも初めましてとか言ったじゃないですか今いや、そう言いながら上げていくんでしょ。そうね、徐々にね、上げていこうかなって。近いし。そうなんですよ、うん、よろしくお願いしますね。よろしくお願いしますね。はい、お願いします。物申したいことがあって、はいはい、しゅんさん、この前、はい、ポッドキャストに出てくださった時に、はい、直美の曲を12月までに作ってくれるって言ったじゃないですか。あれもうどうなったんですか。もう12月もうお時間が、はい、もう12月も中旬超えてますけども。あれはですね、一言言わせてください、はいはい、すいませんでした。うわいやいや、ちょっと謝られちゃったよ。日々に暴殺されてですね、うん、まあ、ね、しゅんさん忙しいですからね、いろいろね。ただですね、はい、いや僕考えてるんですよ、はい、田尻さんって、はい、面白いな。おまあね、色物ですから、私は。いやいやいや、色物部門で言えば、うちの事務所の色物部門にこう寄せられてますから。いやいや、ちゃんとスタンダードですよ。大丈夫です。いや、で、面白いなと思ってて、来年はちゃんと、はい、年始の初めから、はいはい、なんかちゃんとこう曲を作って、ななみさんレコーディングして、はい、またまた間に合わせて、はい、このポッドキャストの、はい、最初のオープニング曲でも作っちゃったりなんかどうかなと思ってて。急すぎませんかこれ。ちょっとそうですね、僕以外にも頑張らなきゃいけないエンジニアの方とかいるんですけど、すごい苦笑いされてますけど。そう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 、やんのかよみたいな。そうそうそう、そうそう、たくさんですねアイデアも浮かんでいて、はいはい、曲ってたくさん生まれてくるんですけど、はい、やっぱ僕の作り方ってその人と会って話して、はい、そのキャラクターであったりとか、ああこんな感じかなっていうのを想像して作るんですよ。直美さんの場合はキーワードが2つある。おパチンコ、はい、アニソン、はい、この2つにちょっと絞って、はい、なかなか難しいですよ、そこに焦点絞られても。いやいや、面白いと思います。マジですか。はい、あの篠さんならやってくれると思いますよ。いや、楽しみながら、はい、まあ、やらせていただきたいなと思ってます、ね。はい、ちょうどその、まあ、ここで言う話かどうかも分かんないんですけど、はいはい、ちょうどその、ね、1月ってその区切りがいい時に番組のタイトルを変えようと思ってるんですよ。あ、そうなんで、ちょうどいいですよね。あ、新番組っていうのタイトルが変わったと同時に、そのオープニングの、ね、曲も変わっちゃうっていう、はい、ちなみに、はい、こそーっとそのタイトルっても決まってれば教えていただきたいな。こそーっとですか。こそーっと、それタイトルにします。あー、マジっすか、はい、いやもう考えてるんですけど、はい、押して参る押して参る。いやこれね、これ本当に今その出てる山口レバオンで、はい、っていうか私いつもツイッターで朝出るときに、はい、行ってきますの代わりに、はい、押して参るって毎日ツイートしてるんですよ、はい、そしたら、はいはいはい、それがちょっと番組で受けて、はいはいはい、もうナオミイコール押して参るみたいな今流れになってるんですよ。そうなんです、代名詞的な。そうそうそう、はいはいはい、これはもう使うしかないと、はい、なんで初めナオミの押して参るみたいな。あー、面白いかもしれない。ちょっと戦国チックな感じで、はいはいはい、じゃあ先に使いましょうか。お、押して参る、はい、押して参っちゃいますかこれ。あ
これ押してまいれるな、どうなるんだろう、ちょっと困ったな今じゃパチンコアニソンの中に押してまいるからどう押してまいろうかないやその押してまいるっていうのが、はい、その呼ばれてないのに来ちゃったみたいな意味もあるみたいなんですよ。あ、呼ばれて、景気づけに、言うっていう意味もあるんですけど、意味的にはそういうなんか呼ばれてないのに来たよみたいな、空気読まずに来たみたいな、はいはいはい、それがもうなんか私らしいなっていうのもあって押してまいってるんですけど、あ、でもそれ面白いかもしれないですね。ね、ちょっと、押してまいるをテーマに。わかりました、ちょっといろんなアイディアを、はいはい、おお、講座していいですね。ちょっと色物系に走るかもしれない、うん、いいですよ、大丈夫です、私自身がもう色物ですから。いやいや、そんなことないです、新鮮ですよいやマジか、はい、わー楽しみだな、はい、よろしくお願いします。ちょっとそれでご勘弁を、はい、いや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 、いつねお話が来るかなと思ってイメトレしてたんですよ。いや、でも来年は、はい、そう、こういうオープニングで使う、はい、もしね気に入っていただいたら使っていただくのと、あとはライブ、はい、ね、月1回その近くのライブハウスでもしますし、はい、東京でのライブとかも僕らやってるんですよ。だからなんかどっかの機会で、はい、ステージに立っていただいて歌うっていうのもちょっと考えてるんですよ。今足が震えました。うわ、ガクブルですか。ガクブルですね。ガクブル状態でちょっと今喋れてもないっていうルが多い。それで笑いそうね、まぶいな。いやいやちょっと緊張してきました、歌まで、ね、いやちょっとどうしようかな、ちょっとこう話はこう盛り上がりましたけど全然トップスピードじゃないですかいやいや楽しいですよね、その曲を作るときって、うん、僕こちらの事務所にお世話になって1年弱、うん、まだ経ってないんですけど、はい、その中で青春女子学園、うん、っていうアイドルの人たちだったり、はい、ファンズっていう高校生男子ユニットだったり、はい、もちろん自身の曲も作りながら、はい、曲を提供させていただいたプロデューサーだったりもしてるんですが、うん、やっぱりその一人一人にドラマがあって、青春女子学園だったら 朝4時目覚めて最初は洗顔気合い入れるぜっていうセリフ、うん、セリフというかメロがあるんですけど、うん、そういう生活なんですよ私っていうのを聞いて、ああふんふんふんって書いたりとか、ファンズっていう男子の男の子ユニットだったら、はいはいはい、こういうまあいろんなこう、うん、ね、過去ねちょっとやんちゃしてたりもしたけど、うん、何かのきっかけで新しい人生変われたんだっていうのをこう聞いてふんふんってそれを書いたりとか、そうだから人ありきなので、はい、なんか田尻さんはもう退屈しないで済みそうな感じがして、それ聞いたらちょっとまずいなと思ったし、ろくな話してないですよ。いやいや、大丈夫です、スタラムダンクを前回持ってる話をしたのでそれはどう、そうですね、家で漫画ばっかり読んでるっていう酒飲みながらっていう酒飲みながら僕お風呂で最近読んでて、言いましたっけ前ポッドキャストでお邪魔した時なの、はい、僕今ハマってるのが、はい、バキ、おグラプラグラプラそうです、はい、何回かもう全部読んでまた読み直して、はいはいはい、最大トーナメントっていうの、はい、ものにっていうのを今増刷されて、ね、出されてるじゃないですか、はい、それを読んでるんですよ、お風呂でシュワシュワにシュワシュワ波になってっていう話っていう話最近何読んでます？最近ですか、うん、最近私今までずっとその少年漫画ばっかり読んでたんですけど、はいはい、最近ちょっと女子的なのも読ませてもらってるんです。あら、読ませ例えば今ちょっとはやちはやふるってわかります？わかんない、競技カルタのカルタ、はい、カルタなんですけど、カルタってでも聞いてもなんかイメージ的にね、あんまりなんかムンって感じなんですけど、はい、でもやっぱ競技カルタって言ってももうスポーツなんですよ。今アニメもやってるんですけど、もうほぼスポーツ、はい、カルタが、カルタ、記憶力と、うん、その反射神経を生かした競技なんですけど、はいはいはい、その漫画を今読んでるっていう話そう返してくることないじゃないですかいやいや、それが一応少女漫画なんですけど、もうスポコン漫画に近い、少女漫画でカルタってすごいですね。ですね、おすすめです、はい、うん、そうなんですか。ちょっと女子っぽいのも読み出しました最近。あ、いいと思います、うん、あ、今日の帽子もなんかすごくそうね、ちょっとほわほわで、ね、あ、いいと思う、ほわほわがモテるって聞いたんでねすべてはそこなんで、それはあれですか、もうすぐやがてくるクリスマスへのですね、どんなクリスマス過ごされてるんですか、クリスマスね、はい、ね、お仕事とかもあるけどやっぱプライベートで、
ね、なんかこう、豪華なっていうかロマンチックな、そうですね、あのほらなんていうんですか、なんかホテルの最上階で、あ、いいっすね、こう、ね、意味もなく花火が上がりながら、そうそうそう、上がりながらワインがシャムネコ違くねえかワインをこうやってこう、こうそれは葉巻とか、それは葉巻こう噛みながらね、それ違くないですかそれクリスマス関係ない、すいません、すいません、そうです、ユリースで ね、 そうですね、なんかチキンをね2人で好きながらとかね、そんなことないですよ、今まで本当に1回もないんですけど、誕生日じゃねえや、クリスマスのほらね、はい、馴染みがないからクリスマス、はいはいはい、クリスマスの僕同い年ですよね、ですね、あ、でも、うん、あのしゅうさん年齢言わないでくださいよ、あ、大丈夫大丈夫私もあのこの前も言ったんですけど、はい、あの年齢をいきなり非交渉にしました急にそうなんです、いやいやいや、同い年っていうのを聞いて、はいはいはい、やっぱね、それで漫画で、あの同じ世代なんで、スラムダンク、悠々白書がなんて言って、はいはいはい、いや、だからね、それだけまあ、言っても子供じゃないから、いろんな経験をね、されてある、特にね、こういう、まあ僕もそうですけど、芸能の仕事してたら、やっぱこう、いろんな出会いがありそう、いやー、なんかですね、その、言うと、頭の中で描く大人のクリスマスっていうのが、全くもう想像の産物なんですよ、本当に、都市伝説じゃないかっていうホテルのね、屋上でチキンをむさぼりながら赤ワインを飲むそしてプレゼント交換するなんていう、はいはいはい、そういう儀式は都市伝説じゃないかっていうぐらい、はい、ないんですよ、一回も都市伝説、本当ですか、本当にないんです、これ本当、だってここでなんかね、そのアイドルぶっててね、そのないんですとか言う必要ないじゃないですか、まあ、あったら言いたいもんだって、確かに確かに、あるんだぜって、そんな、うん、そんな田尻さんに、はい、田尻直美さんに、はい、僕あのとっておきの曲をさっき、はい、あのみんなで撮ってきました、はい、作って撮ってきたので、はい、子供心に帰って、はい、で聴いていただけたらと思います、聴いていただけますか、汚れた心でも大丈夫ですか、あのクリーンヒットです、クリティカルクリティカルヒット、はい、わー、じゃあそれ聴かせていただこうかな、はい、じゃあタイトルを言わせていただいて、はい、はい、じゃあ田尻直美さんにみんなで捧げるクリスマスソング、ハピクリ聴いてください、ハピクリ、シャン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 、みんなハッピーハッピーメリークリスマス、一緒に歌おう Never End Chance、特別な今夜はきっと興奮して眠れないよ、今日はみんなが待ち望んだメリークリスマス、 Say now 夜にろうそく灯るよ、でかいチキン熱々のシチューを食べた、甘いスイートなケーキを
ちゃん。おあのすみませんいいですか田尻さん、はいはい、あの願ってるじゃないですか。まあねいやいやさっきまでね、うん、いやあの、まあ、収録だから、ね、あのこれの前に、うん、あのハピクリねあの田尻さんに聞いてもらって、ね、何かセリフを言ってくださいと言って、うん、マンション欲しい言っとるやないかって多分ね視聴者の方から ねツッコミが入るじゃないか。知らない手でさっき話してましたけど、そうそう話したけど、まあちゃっかりね、それも押してまいってる感じで、そうそうそう、ね、来年に向けて、ぶっ込みますね、押してまいる押してまいってる、ね、押してまいる、パクらないでくださいよ、これ押してまいってますね、そう、え、マンションが欲しい、なんかね、リアル、もうなんか家賃を払わないで自分の家が欲しいっていうね。いやでも実際思うんですよ、うん、あのせっかく家賃払うんだったら自分のものとして買って、うん、それで払っても実は安かったり、うん、結構するんだから、うん、ちょっと考えますよね。でも女はマンション買ったら終わりって言われてるんですよ。えい、マンションと犬は買うなって言われてるんです。犬は買う、ね、うん、結婚できなくなる、ね、そうそうそう、あのそれでいいって思っちゃう。そう、そこでもいっぱいいっぱいもそこで満たされちゃうっていうね、うん、いやねえ、うん、なんか今女性を敵に回しそうでなんかちょっと次のセリフをなんかこう飲み込んでしまった、うん、いやでも、うん、僕最近猫飼い始めて、おあのこれで4匹目なんですけど、おであのちっちゃいララちゃん、はい、黒猫ちゃんが来て、いやもう帰ったらにゃーって動きて胸元にバーン飛んでくるんですけど、うん、僕をカーテンと思ってるんですね。ずわー下から登ってきてもう肩にジジイかっていう感じめちゃくちゃ可愛い、いいなー、めちゃくちゃ可愛いです、ね、確かにこれはもう男性女性問わず、うん、あの動物のヒーリングっていうのは、うん、これでいいと思っちゃう、ね、そこで満たされちゃいますよね、やっぱね。なんかこう飼ってますよ、ね、実家にロックちゃんっていう、ロックちゃんっていう可愛い子犬ちゃんが、はい、もう子犬って言ってももう4歳なんですけどいますね、はい、ロックちゃんが、何て言うの、ヨークシャテリア、あー可愛い可愛い、これでもここでロックちゃんの話をすると終わんないんですよ、はい、で長いですよね、うん、いいんですか、いいんですか、ロックちゃんの話、いいです、いいです、もう聞きたい聞きたい、まあね、でもまあね、はい、あのそんなわけにはいかないじゃないですか、ロクちゃんの話だけでね、思わせぶりです出会いは、出会いは、うんうん、そうだ、ロクちゃんが来たので大晦日なんですよ、はい、もうすぐ、そう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 、もうすぐ4年目かな、ロクちゃんの記念日が、わざわざ山奥まで雪の中ね見に行って、ちっちゃいこのぐらいの子犬、ね、あ、もらってください、ブリーダーさんから直接、はいはいはい、あ、じゃあちゃんと、じゃあしつけとかも最初からさ、あ、それがいい、やっぱ猫ってこう大変ですか、うんうん、いや、猫は大変じゃないです、その爪さえ切っておけば、あと噛み癖さえあれ、ね、つけておけばいいんですけど、でも僕あのお家に4匹猫いますが、はいはいはい、1匹柴犬なんです。ええ、ちょっと待って、4匹中1匹柴犬、じゃあ4匹は猫で4匹プラス1匹5匹5匹、でその柴犬なんですよ、あの最初可愛かったですよ、ね、あの P2 で買ってで、ね、あのそしたら2回噛まれました、2回、いや最初は8月15日、うん、僕の誕生日に去年ですよ、うん、去年誕生日にバグに噛まれて、チクンボト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 ハッピーバースデー、そうそう、カッパーみたいな、うん、まあそれはいいと、うん、まあね、しっかりしつけながら自分の責任もあると、うん、ね、でもやっぱショックだし嫌、うん、だなと思って、そしたら1年後カプー明日ライブなのにどうしてくれる、いいタイミングで来ますね、またね、もうそれがちょっと大怪我のなっちゃって、ですぐ、うん、あのもう 1ミリ2ミリずれていたら、うん、その左手の人差し指の根元の神経をやってた、はい、だから切開してその手術をしなきゃいけなかったぐらいの、ちょっと貫通するぐらい穴がほげてて、これはちょっと嫌だなと思う、すごい嫌で、じゃあ済まないですよそう、うん、犬って特にあの柴犬って気性が荒いって言われてるので、うん、はいはいはい、あのしつけってすごい最初大事だと思って、もうそれから近づいてません、かわいそう、もう無理無理、近づいてあげてくださいよ、ヨークシャテリアは噛まないです、全然噛まないですよ、あ、もうかわいい、交換しません、嫌ですよ、うちのロックちゃん口の中に指入れても噛まないですよね、カパってあげるだけ、あれみたい、あのサメみたい、サメちょっとわかんない、わかんない、全然わかんない。サメって
あの白いところのサメってこう小魚の方、はいはいはい、あの歯を掃除して小魚の方ってこうダメだよ、開けたままこう泳いでみたいな、そう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 、全然違うないですかちょっと言いたかったんですよ、うん、全然違いますね、可愛いロックちゃん、そうですよ、最高ですよロックちゃん、今度スタジオに連れてきたらいいじゃない、いやーやばいですよ、仕事にならないですよ、本当ですか、みんなもう一頃で、ブログとか読んだら、あ、いやもういたりするの、もう犬ログです実家に犬、私が実家に帰ってる時はもう犬のことしか書いてないし、はい、うん、大好き、はい、プリティすぎてもう、プリティがすみますよ、あれプリティドックス、ドックスまたまたなんかね、旬ワールドがすごいですねやっぱね、どうやってこの犬好きな部分も今インプットしてるので、犬、そうですね、いろいろこうね、曲をね植え付けないと今なんかひどい情報しか今入ってないんで、上書きしていかないとそうそうね、いい情報で、ね、サメ、はい、じゃあサメですいませんなんかいえまあね、あのしゅんさん今度ライブがあるということで、はい、はい、なんか PR なんかしちゃいますか、ぜひ宣伝させてもらっていいですか、いつも宣伝しに来ますもんね、そうなんですすみません、いいですよ、ね、あの来年の僕のポッドキャストにはぜひ田尻さんもあの出てください、はい、はい、で犬の宣伝を、はい、押してまいりますんではい、12月、2011年、12月29日木曜日に、はい、週末のね暮れですけども、福岡サンパレスにて旬のワンマンライブ、旬ぬくもりライブが開催されます、おイイ、これ楽しみですね、これはですね、このためにこの1年間、うん、濃い時間を過ごしてきたと言っても過言ではないライブですね、はい、今年の集大成となっております、ぜひ見ていただきたい、はい、28日9です前乗りしちゃいましたね今ね、前から、いや違う、前から行くっていう、こう前から行って入り口で押してまいるそうそうそう、前日から押してまいるよって言われてないのに来たのに開いてないみたいな、違う、おかしいなっていう、なんでここでエアロスミスが違う、そうそう、エアロスミスしないか、まだ29日でね、29日です、はい、はい、大人、はい、2500円にタオル付きで前売り券ですね、はい、販売しております、そして小学生以下はチケット2000円タオル付きで販売してます、お、これでね2011年を締めくくると、締めくくります、いいですね、そしてなんと、はい、スペシャルゲストが、うお、あの超メジャーアーティスト、はい、スペシャルゲストが、ここでは秘密言っちゃう、秘密、秘密だ、秘密、はい、まあね、はい、行ってびっくりみたいな、そうなんです、本当にあの盛りだくさんで、はい、うん、あの楽しんでもらえるライブになると思います、はい、そして、はい、オープニングアクターとして僕のプロデュースしている、青春女子学園、はい、そして僕のバックダンサーでこれもまたプロデュースさせていただいているファンズ、はい、高校生男子ユニットも踊りますので、はい、本当にたくさんちっちゃい子から大人までね、あの楽しめるライブに絶対しますので、はいはい、見に来ていただけたらと思います、はい、しゅんさんもね、もうすごい自信満々なんで、はい、はい、楽しみですね、はい、はい、チケット払い戻しされないように頑張ります頑張ってください、はい、それでは今回ね来ていただいたゲスト、シンガーソングライターのしゅんさんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、また来てくださいね、ありがとうございます、ぜひ来ます、はい、エンディングです、なんかね、あの燃料少ないとか言いながら絞り出しちゃいまして、もうエンディングに残ってる体力がないですねもうヘロヘロです、まあ、いや、ヘロヘロエンディングいきますね、はい、YAB 山口朝日放送で専門解説付きパチンコパチプロ情報番組山口レバーオンに出演中です、毎週火曜日深夜25時40分より絶賛放送中です、 YouTube でも配信されてますので、いつもあのランキング上位に入ってますので、ぜひチェックしてみてください、そして番組内では皆さんからのメールも募集中です、採用された方にはレバーオン特製グッズをプレゼントしてます、それと、情報マガジン山口のパチンコパチプロを心の底から盛り上げるホール情報マガジン、月刊パチスタ山口版にも番組のダイジェストが掲載されてます、山口市内のホール、飲食店など山口県内約300店舗の一般設置店にて毎月18日発行です、ナオミのページもありますのでぜひチェックしてみてください、それとインターネットは、グリートアメブロ、そしてツイッターの方もよろしくお願いします、ツイッターでは、今公開収録どこどこにいますとかリアルタイムでつぶやいてますんで、それを頼りに遊びに来てください、
うわー、疲れたね。でもうね、このポッドキャストをね、やっぱ皆さんに聞いていただくタイミングはお任せしてるような状態なので、まあ何とも言えないんですけれども、一応この配信が2011年最後の配信となります。今年もたくさんのご声援ありがとうございました。2012年もガシガシ行きたいと思いますんで、皆さんぜひよろしくお願いします。で、実はですね、2012年1月から、まあ、区切りのいいところで番組タイトルが、先ほどね、ちょろっと言いましたけれども、タイトルが変わりますので、そちらもお楽しみに。それでは今年1年ありがとうございました。田尻直美でした。バイバイ。この番組はタレントモデルプロダクションノーメイクの提供でお送りしました。